フジテレビの朝の情報番組、目覚ましテレビ、で、メインキャスターを務める同局の三宅雅治アナウンサーが、俳優の坂口健二さん主演の、連続ドラマ、遺留法、チームメディカルドラゴン、の、第7話、2月20日放送、に、脳外科医役で出演することが、明らかになった。三宅アナは、これまで本人役でドラマに、出演したことはあったが、俳優として本格的な役に、挑戦するのは初めて。坂口さんは、キャスト表に、三宅雅治、って名前を、見た時に、あの三宅さん、ってびっくりしました、とコメントしている。ドラマは、2010年10月期に、放送された前作から約3年ぶりに、復活したオリジナルストーリー。自動車や機械に次ぐ、輸出品、として、世界進出を狙って歪み始めた医療現場で、理想の病院を作るために、再結集した坂口さん演じる浅田雄太郎率いる、チームドラゴン、の、活躍を描いている。三宅アナは、浅田、坂口さん、から、浅田の恩師の桜井修造の、オペを依頼される、脳外科医、山岡教授で、出演する、フジテレビの朝の情報番組、目覚ましテレビ、で、メインキャスターを務める同局の三宅雅治アナウンサーが、俳優の坂口、健二さん主演の、連続ドラマ、遺留法、チームメディカルドラゴン、の、第7話、2月20日放送、に、脳外科医、